広さおよそ2万平方メートル。伊勢市の伊勢津川の河口近くに広がる神宮みそのでは、50種類以上の野菜や果物を伊勢神宮の職員らが栽培しています。みその祭は神宮みそので毎年春分の日に行われ、新職や関係者がゆくわと呼ばれる手作りのくわで土を耕す動きなどをして、1年の豊作と農作業に携わる人々の安全を祈願しました。 神宮みそのの野菜や果物は伊勢神宮のお祭りなどでお供えされるということです。